どうこんにちは。豊さん、今日私のちょっと疑問に答えてほしいんですけど、デーゲームとかでよく、まあ、特に外国人選手多いんですけど、目の下にノリみたいなのをビヨーンってくっつけてるじゃないですか。ノリみたいな、あのノリ、まあ、黒いやつ、ね、黒いやつ、はいはい、あれは一体何をみんな、あれは土の反射とかそういうものを吸収してくれる、うん、土の、あ、光ね、光を、あで眩しいでしょ、そのままだと。いや、そうですよ、見えない。こうやってやると、うん、やって、はい、下、目の下に、あ、見えない、ちょっと2本ぐらいやって。いや、お前このこういう風に、あ、こうじゃないんだよ。なんでこうなんだよ。何可愛く見せようとしてるんだよ。違う、2本、こう、そうそうそう、こうやったら、こう、こうやったら、うん、この下のさ、光みたいなのが、はい、遮断される、抑えられるでしょ、はい、そのためにやるんだ。あ、なるほどね。今日やってきたよ。あ、やってきてくださったんですか。それはまあ、確かに反射、反射が厳しいから、うん、いい、ね、はい、お願いします。こんな感じで、まあ、こんな感じでと、なる、ちょっと見えないですね、これ隠れてます、ね、帽子で、キャップで、キャップで下でしょ、うん、いやいや、ちょっとよりよく見えるために、うん、なんかちょっといいですか。何、あー、この位置はこの辺なんですか、だいたい。なんでこれがいる。ちょっと帽子が野球選手は被るじゃん、はい、あ、そうかそうか、被ってね。そうそうそう、で、貼る位置っていうのはやっぱあるんですか。ここら辺、目の下だよ。なんかおかしいんだよ。目の下って言っても、例えばなんかどの辺ですか。目、ま、この下まぶたのちょっと下の方だよ。下の方、それ選手によって若干の位置のこう誤差っていうのは生まれてくるんですか。まあ、それは貼り方だよね。なんかハサミで切ってあるわけですか。いや、違う、ああいうテープが売ってるの。あ、もう売ってるっていうか、球団にあるあるんですか。何おかしいんだよ、お前。いや、違います、あるんだなと思って。あるんだ。で、よく外国人選手、ちょっと待って、俺の顔はなんかおかしいか。おかしくないですよ、いつもと何ら変わらない。本当、はいはいはい、ここについてるだけですよ。そうです、そうです。あの、よく外国人の選手が多いじゃないですか、はいはい、あれはなんでなんですか、はい、あれはやっぱりさ、うん、あの、内野に芝があったりだとか、はい、こうやっぱこう、アメリカのさ、気候っていうのは日本よりも澄み切ってるじゃん、はい、あ、青空とか、はい、うんうん、だからそういう光の反射だとがより厳しいっていうことなんですね。あと、だから今の選手たちはあんまりやんないのはサングラスがあるんだよ。ああ、いいサングラスしてるじゃん、みんな。してます、してます。だから、うん、もうやらなくなってるけど。え、昔あの貼ってた時はサングラス、いいサングラスがまだ出てなかったんですか。出てない。どんな？昔はダッサいよ。どんな感じさ。こんな丸いやつでさ、で、このフレームはあるけど、ここを止めるところがゴムなんだ。ゴムが合わないんだよ、こうやって。で、使えるとさ、伸びきっちゃってさ、ビヨーンって。ビヨーンって。もしくは、ちょっと締めたりとか。きついと跡がついちゃったりとか。そうそう。で、来たらカチャッと締めるとかさ、こうバカバカレンズがしてたの。遠近両用みたいな。みたいな感じで。あ、来たらじゃあパッとこう締めて、そうそうそう、こう取ると。まあ、ずーっとしててもいいんだけどさ。はい、だけど、外野手なんか大変だったのがさ、はい、やっぱ走ってくるとゴムだからずれてると思うよ。それじゃあ眩しいのとなんかよく分からなくなってきますよね、もう。あと汗で。ちょっと待って、俺おかしい、なんか。いや、全然おかしくないですよ。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。でも分かんない、ね、どうしたんですか。いや、これちゃんと書かれてる、ちゃんと書かれてます。あ、サイズ的にも合ってるのかな。サイズって大体どんな、他になんか書かなかった。いや、書いてない、書いて、いや、書くも何も、豊さんだってこれで登場してきてくださったんで、いきなり書くも何も分かんないですけど、サイズ的には合ってますよね、ここ。いや、サイズ的にはいい、自分で貼ってきたんですよね。いや、もうこう、あの、墨をこうやってつけるやつもいるし。墨、うん、だから黒いだよ、こうガーッとつけるやつ。そんなん球団に置いてあるんですか、墨って。外国人とか持ってくる、自分でとか墨を、まあ、墨みたいなのがあればね。あとマッキーとか。マッキーはさすがに書かないと。とりあえず黒いものを貼ってれば、まあまあ、こう反射が、あの、楽になる。昔の金田さんとか、ああいう時代の選手の外野手の人たちも貼ってたんですか。いや、当時はね、やっぱそういうテープもなかったと思うし、はい、サングラスもないでしょ。じゃあもう本当、いや、眩しかったと思うよ。
対エラーもねあったでしょうね、うん、あるある。きっとでデーゲームでさ、はい、もう晴天でさ、うん、夏とかだったら土のグラウンドだったら白っぽくなるじゃない、はい、白っぽくなるし着てる服も白が多いじゃない、うん、はい、ボールが見にくいんだよ白だと、うん、その光の光の関係 で, 関係 で, でゴロ取るようにしてもさ、はい、やっぱちょっと反射が厳しいというかさ、はい、そういうことだった。だから今はもういいサングラスができてるじゃん。そうですよ、ね、かっこいいよなみんな。いやみんなかっこいいんですよ。だから様になって打席に立ってもサングラスしてさ、うん、かっこいいよな。打席に立ってもサングラスってしてるんですか。してるよ今の選手。あ、そうなんですね。やっぱ眩しいもん。あ、見えないですもんね。だから目が辛くなるんだよ。ああ、じゃあ逆にナイトゲームの方がもう打球とかね、あのよくライトとかあるじゃないですか。そこにカクテル光線とかに白球が入っちゃってとか見にくいとかは、うん、それよりはやっぱ日中の方が嫌でした。いや、やりづらかった。じゃあ豊さんが今、あ、野球選手あるあるで、うん、こういう対策のなんかグッズがあったらいいなとかあります？なんかドラえもんに頼みたいなみたいな、ポケドラえもんのポケットからこんなの出してくれたら嬉しいんだけどなみたいな。いや俺は花粉症はないけどさ、はい、花粉症対策のさ、はい、な目も痒くなるんでしょ。なります、鼻水も出ます。なんか、はい、だからそういうこうまああるけどさ、はい、なんかスポーティーな、うん、こう花粉を除去するみたいな、うん、そういう野球選手で、うん、あ、グラウンドでやっぱね目がね辛いとね、うん、何するに打席にしてもそうだし、うん、守備についても辛いと思うよ、うんうんうん、だからそういうものが本当にあの革命的に曇らないとかね、はい、まあ曇らないのももうあるのかな、はい、なんかこうスポーティーに花粉を除去してくれるみたいな、ああバリアで入ってこれないようにする、だからフェイスガードみたいな、はい、そういう形のものができると、うん、やっぱ花粉症の人は助かるんだろうなと思うけど、ね、そうですね。あと例えば風のすごい強い日に土ぼこりとかそういうので内野手の人が守ってて、あ、もう嫌だなとかそういうのあるよ。ありますね、そういうのの対策とか。だからまあそう、フェイスガードだよね。フェイスガードかっこいい。なんか例えばちょっと木村拓哉さんになれるフェイスガードみたいな。いいねこうやってフッとつけたらあじゃないなんで、あ、竹野内豊だ。あ、いいね。木村拓哉さん、豊田さんだったら誰のフェイスマスクしたいですか。誰ですか。誰だろうな。大川橋蔵とか。いやいや、ね、ピンカラ兄弟、ピンカラ兄弟とか , 笑っちゃうよ、多分ね、まあ、ピンカラ兄弟ちょびひげでこうやって守ってたらね、まあ、そのままでいいですもん、だって今お前ひげ描いた、なんか描いてないです。あ、なんか伸びました、ね、なんか鼻毛が。あれおかしい、さっきまで鼻毛なんてなかったのに、そう鼻毛が伸びてきた。朝ひげ剃ってね、夕方になるともう生えてる人みたいな、まあ、いますよね。ゆたかさん、なんか鼻毛が伸びてます。本当かよ。本当です。お前描いたな、絶対。いや描いてないです、ゆたかさんが自分で買ってきたんで。まあまあまあ、これ森内のあの化粧道具で描いてるからね。使ったんですか。いや、お前が描いてくれたじゃん。私描いてないですよ。そことぼけたってしょうがないところ。そうですか。まあね、まあいろんなね、まあグッズ道具ありますけれども。まあそうだね、うん、だけどまあ今はもうサングラス事情が良くなってるからさ、昔はやっぱ苦労したよね、はい、そうですね、そういう意味では。あと古田さんなんかはあのメガネで、うん、ね、キャッチャーで古田モデルみたいなのも出ましたからね。出たのが軽いやつがね。そう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 、軽い。まあそれとああいう形でサングラスもできるでしょ。もう技術の発達って嬉しいよね。そうですよね。昔何だったんだろうね、あのゴムでこんな調整してたやつはでパカ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 やってて、あれ持ってらっしゃる方いたらちょっと一歩、いやーちょっとつけてみたいね、久しぶりに。久しぶりにつけてみたいですよね。大笑いすると思う、ね、こんなのしてたのみたいな。ぜひちょっとね、こちらまで送っていただいて。あれはね、うん、でもね、大学の時はなかったんだよ。もうなかった。でもあれがトレンドだったんだよ、ゴムの。昔はゴムの、だからあれがかっこよくてつけてたんだけどさ時代絶対できなかった。俺はね、もしかしたらさ、ほら5周ぐらい回って今流行るかもしれない、あのゴムが。あれは流行らない。無理かな。無理だよ。無理ですかね。ということでね、あのなんかもうお時間ですっていうなってます。いやいや、タイミングが悪いんだよこいつは。誰いつもお時間ですっていうことでしょうね、うん、じゃあ一旦ここで締めましょうか。大丈夫、大丈夫です、はい。